Thank you.
ブを送ってもう少ししたらアップされるかと思うのでぜひ読んでください。お願いします。今日も会社関係ありますね。会社でやってますので皆さんコメントをお願いします。かまってください。ありがとうございます。ちょっとまだコテハンの技術が私にはありませんので、次回に挑戦したいと思いますのでお願いします。頑張ります。そうなんです、コメージュの技術がなくてですね、ちょっとさっきやろうとしたんですけれども、ちょっと時間が間に合えなくてちょっとやりませんでした。ご宮城さんがありがとうございます。ぜひぜひ毎週の金曜日ですね、この時間からやってますので、今日は一人なんですが、いつもは和気あいあいとした皆さんでやってますので、楽しい放送になっているかと思います。タイムシフトも残っているかと思いますので、週1ですね、毎週金曜日のお昼の12時からやってます。1時間、まるまる1時間放送してます。毎週担当者別でやってますので、家で1人はやらないんですね。お話があまりうまくないので、口下手なので、ちょっと今日もちょっと死ぬ覚悟で朝やりました。朝来ました。それだとちょっと無理ですね。次回はシフト、そうですね、できたらやりたいと思います。できたらですね。コメントが来て成り立ちます、この放送は。あと4時4分もありますので、皆さんたくさんコメントの方お願いします。一応採用情報、採用の一環としてやってますので、この放送は。私何歳に見えますか？一応社会人なんですけれども、会社員です。ご想像にお任せします。23歳ぐらいで、じゃあお願いします。そのぐらいが理想です。でやってます。そうですね、成人式はまだです。産業ってバイトではないですね。正社員で中途採用と新卒の方の採用を募集してます。よかったら放送の下の方に多分会社の URL があると思うのでお願いします。貼りましょうかね、 URL を貼ります。
評価どうかお願いいたします。怒られるというか、私が最後のエブエブしながら事務所の方に帰っていきます。そうです、配車ですね。お客様から直接お電話いただいて、どこどこに何分で行きますっていう、電話受付をやってます。なのでもしかしたら私と話したことがあるかもしれない方もいるかもしれないです。初めて言われます。ありがとうございます。言われないですね。
あの電話をしてきたお客さんにニコ生やってるよねって言われたら私はちょっと終わりだと思ってます。それを恥ずかしくないぐらいで頑張っていきたいと思います。ではなかなか辛いですね。ではなかなか辛いですね。始まりなんですかね。誰かの放送はいろいろ目には行ってますね。いろんな有名な方や可愛い女の子の放送に行きます。なんでとか秘密です。それは秘密でお願いいたします。そうなんです、 BGM もそうなんです。見慣れニコ生はかなり見てるんで、見てる側の目線では慣れてるんです。放送はしてないです。
です。全然怖くないです。メールの嬉しい社長だったらどんなに嬉しいことかですよ。どんなに嬉しいことかです。社長に会ってほしかったです。いい男だったらね、あれですよ。もう根を張って言ってますよ、もう。お父さんと同じ会社で働いてるんだって言ってます。ありえますよね。ありえます。全然大丈夫です。
ちしております。ぜひ三和交通でいらしてください。アップには耐えきれない、ちょっと鼻なので。まだ未定ですね。他の営業所の方にお邪魔したいと思ってます。前回はそうです、近場のラーメン、隣の営業所の隣のラーメン屋さんにお邪魔しました。で次も埼玉営業所の近くのところでやらせていただきました。です、もうちょっとペースを上げて。めっちゃ美味しかったです。美味しかったんですが、ちょっとあれですね、胃もたえがしましたね。そうです、胃もたえ量も多かったです。前の日の夜と朝は抜いていって食べれなかったです。食べきれなかったです。私が好きなものは、そら豆が好きです。そら豆が好きです。冷凍のそら豆は1回に2袋ぐらい食べます。周りは畑です。
知らせ。全体の 6.1% を占める17億8300万人の輸送人員数で、市場全体の営業収入は1兆7760億円となっており、非常に大きい市場規模といえます。その中でタクシー業を営む事業者のほとんどが中小企業、保有車両数30台以下の事業者が全体の 84.4%、資本金5000万円を超える事業者はわずか 1.5% となっています。その中で三和交通グループは保有車両数517台、
資本金1億2500万円、社員数は実に1300名以上ということで、タクシー業界の中でも非常に大きい規模の会社といえるでしょう。三和交通がここまで拡大していった理由、それは三和交通設立当初から大事にしていた考え方がありました。三和交通の理念としては、未来を作っていこうというところにございます。タクシーっていうと設備が悪いイメージです。サービス業としてあまり認められていないところがあるんですが、三和交通では接遇という意味で、目的地に到着するまでいかに快適な空間をお届けするかということを第一に考えて徹底しています。三和交通ではそれを全て統一して、マニュアルにし、ホテルマンにも劣らないようなサービスマンを作っていくということで、接遇に関して全力で取り組んでいます。それを繰り返すことによって、その地域社会を作り変えていく。お客様がその日乗って、ああいい夢したな、快適だな、こんなしっかりした方がいるんだと思わせることに、年150万回ぐらいお客様をお乗せするわけですが、我々が活動することによって、将来犯罪率が 0.01% でも下がっていくかもしれないとか、あるいは少し笑顔の多い社会があるかもしれないというものを目標として頑張っております。一度やってるっていうのもありましたし、正直すごい楽しかったんですよ。前やってた時のお客様と会ったりとか、いろんな、毎日違うお客様で、いいようによくいろんな物語があって、それそういう風にやっていくのがもうなんだかんだ楽しかった。チップじゃないですかね。他にないと思うんですよね、こういう運送の仕事。それがやっぱりそのお客様の感謝の印でもあったりするので、うちの会社に入ってから特に感じたのは、その接遇の面で他のタクシーはこんなことしないのとか、ドアサービスをしたりとかはうちの会社はすごいやってるんですよ。三和さんしか乗らないんだっていうお客様が多いんですよね。最初に入る前の印象が違ったんです。ここら辺の土地勘がわからない状態で入ってきたんですけど、その状態で仕事が果たしてできるのかすごく不安だったんですけど、お客様は皆さん前に走りがかかって、ちょっと新人なんで言いまして、ちょっと教えていただく形を繰り返してやっと1年経って覚え始めたんですけども、そこがやっぱり一番僕としてはギャップというか、だいぶ道を覚えてきて、効率よく仕事の回数をこなせるというか、だんだんその回数をこなすことによって営業成績が伸びていくので、頑張った分だけ成績が伸びていくところが今一番面白い。乗ってくださって、あ、女性みたいな感じで、なんか珍しいですかとか言って、女性の方って乗ったことないんで、嬉しいです。なんか今日ももしかしたらラッキーかもしれないとか、なんか言ったりとか、やっぱり一番は運転の乗り心地っていうんでしょうかね、安心して乗れまして、ありがとうございますって言われたことがすごく嬉しかったでしたね。あ、やっててよかったなみたいな感じがありましたね。ここでずっとやっていこうっていう気持ちで来てますので、やっぱりここで定年するまではいたいなと思うんですけど、はい、仕事をする面で自分一人じゃないっていうか、何かあってもやっぱり助けてくれる仲間、本当に安心して仕事できるっていうのが一番結構で、あはは、言いながらすることも結構多いですね、私のところ。本当にお仕事していて、お金もらっていいのかなみたいな感じですよね。話ししながら、楽しく、ね、行けるっていうのがすごく良かったですよね。2つですかね。自由度が、ありまして、自分でいろいろこの業務的に選択ができて、この時間に休憩できるとか、自分で選んだ時にいろいろ行動ができる、あとはやった分だけそれなりの、給料がいいということですかね。私は働きやすいと思いますよ。やっぱり接客が一番っていうのが上だったんで、やっぱり入るんだったら接客もしっかりできる、思いっきりできる会社に入ると思って、やっぱり三和交通を選ばさせていただきました。接客というものに対してこだわりを持ってやっております。
お客さんに対しての接客っていうものに関しては飛び抜けてると思いますので、そこのところをできるだけ私は意識してやっております。運転というのはどこのタクシーさんでも同じ目的地にお送りするのも同じですけども、あの接客っていうのはもうサービスのやっぱり上限限度はないんですね。お客様を中心に考えるとまず第一、その目的地に安全に送るということだけではなくて、気持ちよく言葉遣いをする、お客様の状況を見て空気を読んで対応するということが必要だと思います。やっぱそれでやっぱりサワーフォースの基本的なマニュアルというのはないとダメだと思います。自分のやり方っていうのだけじゃないので、基本がしっかりしているので、私の人から延長線で広げていけたと思います。この目標はもう今実際に他社さんとは比較にならないほどのサワーフォースの接客っていうものがありますけど、それをさらにレベルアップしていくにはやはり従業員の一丸となった気持ちが必要だと思います。マニュアルではもう真似もできないようなお客様に対しての気持ちの、サワーフォースや接客が私できると思っておりますので、お客様に感動を与える接客を目指していきたいと思っております。陣痛タクシーというのをやってるんですよ。登録しといてお産の時期になったら緊急時は救急車とか正直来ないんですよ。呼んでも緊急時にで病院互い回しにされてとかよく聞くじゃないですか。それをじゃあタクシーがやろうじゃないかって話で、それを予約を受けまして行ったところ乗せてお話聞いたら、もうどこの会社も陣痛って歌ってるけど5社頼んだんですって。全部お断りされた。その場所が遠いだとか何だとかで理由をつけられて、ただうちの会社だけは受けてくれたんですよっていうふうに言ってもらって、すごい感謝されたっていう。本当に緊急になっちゃったらどうしようってすごい考えてたみたいで、で予約も取れないしどうしようっていうふうになった時にうちの会社が受けたみたいなので嬉しいですよねやっててよかったなっていうのは、そういう面ではすごい出てきます。だからそういう場面がいっぱいあるんですよね。水客の方でちょっとお酒を飲まれてて、ちょっと乱暴なお言葉遣いで乗ってこられたお客様がいたんですけども、目的地を言いました。で、サワーフォースでは必ずコースを確認させていただくので、どちらのコースでということだったんですけど、そこの目的地に行くのは2つのコースがございました。しかしながらそのお客様はとにかくもうまっすぐ進めばいいんだと、もう右行きゃいいんだ左行きゃいいんだと俺が言うからと、はい、かしこまりました。そして、通常ならば普通のタクシー会社さんならばもう乗務員さんが怒って喧嘩になるような場面だったんですけども、やはりちゃんとそこのところは3割のマニュアルというのは決まってますので、接客マニュアルは決まってますので、そのところで私もちゃんと低姿勢で最後までかしこまりました、ありがとうございますという言葉で対応していくと、だんだんお客様のトーンが下がってまして、右左って言ってて怒鳴ってたのうちに、じゃあそこ右そこ左ってことで、だん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 トーンが下がってきたんですよ。で目的地についてお家までお送りしました。その時にちゃんと料金もちゃんと払っていただいて、ありがとうございます、外からドア開けませんけど、で降車サービスでドアもお開けいたしました。その時にお客様が、ね、なんか深く考えて、ちょっと運転さん私ちょっとなんか疲れてたみたいで、なんか気分悪くさせちゃったみたいだったけども、本当会話気をつけて言ってくださいよ、逆にご褒めの言葉、それと励ましの言葉をいただいて、でお客様の気持ちがいい、そして私の方も関与して帰ることができました。そういう意味でやはりうちのサワーフォースの社長である吉川社長が一つでもその町から犯罪をなくしたいという目標がありますので、私もそれを目標にしておりますので、乗務員としてタクシードライバーとして例えば喧嘩をしてしまった場合には、そのお客様の気分もあり、また帰ってからご家族に当たる、それも私のところで食い止められた、そういうところでこの仕事はいいんではないかと思っております。こういう厳しい状況からのお客様の切り返しとか転換は感動しますね。その社員さん同士がですね、非常に会社も含めて仲がいいと思います。部活動もかなり活発になりました。他の会社とも試合をしたりとか、
まあ、それを通してまあ仲間と活動するというようなことは非常に楽しそうにしているなというふうに感じておりますし、僕自身もそのフットサルチームに所属しておりまして、サッカー部のみんなと交流をしたりとかですね、まあ、みんなでバイト仲間ですねやっておりますので、散骨で働く機会があったら、まあ、どこか所属して、まあ、みんなと一緒に楽しめるのがいいんじゃないかな、つながりにもなっていくんじゃないかなというふうに考えております。暑いですね思ったよりまあいい意味ですね、まあ、結構親身になっていろいろ聞いてくれて、相談事も、まあ、お互いのことくらいいろいろ生活のことも相談をして、まあ、右から左に流すのかなってちゃんと聞いてくれる方たちですね。皆さん何も言えない会社ではないんですね。嫌なことがあれば言えば対応してくれますし、この展望としてはですね、サンコツ先ほども話したように品質に関して非常に力を入れております。その成果として無線本数が増え続けております。お客様から指名をいただくことが非常に多いですね、他社に比べて。で、全ての営業所で、まあ、そのエリアの平均年収を出すと100万円ぐらい高い年収があります。あくまで平均年収なんですね。それを見て考えられるように三和交通に勤めた方が他の会社で働くよりも、まあ、設備もいいし、自分たちのやりがいとして理念もしっかりしているし、その結果返ってくるものも大きいし、今こういう構図が出来上がっているんですが、これをさらに大きなものにしていきたいと思っております。営業所圏内は、まあ、無線のシェアをですね、じゃあ 90% まで高めようと思います、ね、あるいは、まあ、その地域のタクシーの平均年収を今100万円ぐらい差があるのであれば150万円差をつけるぐらい高い売上を持てるようにしていく、まあ、これを今いる人間で作ってきたのでさらに広げていける仲間をですね集めていきたいということが一番の目標です。会社の社風自体もものすごく温かくていい人ばっかりなのでぜひお待ちしております。この会社は年齢も経験も関係ありませんし、道が分からなくても大丈夫です。選考の応募をお待ちしております。未経験の方でも安心して働いてますので皆さん来てください。1日20時間働いて、で次の日が明けという日になります。とにかく明けの日というのは体を休めて、健康管理してください。それが大事だと思います。仕事に対して前向きにやっていただけることによって必ず道が開かれると思っていますので、お待ちしております。よろしくお願いいたします。タクシー初めて乗る方はですね、非常にたくさんの不安があると思いますので、三和交通ではたくさんのお手伝いを用意しております。乗ってから数ヶ月間の給与保証で初めて乗ってきてです、ね、準備金というような主任給にあたるような形の手当、あるいはまあ二種免許を取得のための支援も含めてですね、たくさんの支援が用意されておりますので、ぜひ安心して他社と見比べた上でですね、三和交通を選んでいただければ幸いだと考えております。ぜひ一緒にいい会社と環境をこれから作っていける、もっといい環境が必ずできると思いますので、ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。はい、こんな感じです。どうでしょうか。しっかり私も映ってるんですが、こんな感じで中途採用の今ムービーでしたね。はい、ありがとうございます。時間もちょうどいい感じで終わらせていただきますね。面白かった、ありがとうございます。すごいですね、ちゃんとこんな綺麗な形で、いいですね。中途採用もやってますので、もしやってみたいという方がいらっしゃったらお待ちしております。そうですね、社長もお若いんですよね。すごいスラッとしててかっこいいですね。今日はクルーズが来なかったですね。それで学びました。そうですね、時間もちょうどいいぐらいですね。前回も流してたみたいなんですけどね。
もうちょっと時間があれば新卒採用の方のムービーも流したんですけど長めの新卒全部流しました。全部流させていただきました。次回の放送は常務ですね。常務と橋本常務の回になります。内容はちょっとまだ聞いてないんですが、またあれですかね、他の常務社員さんを呼んでの放送になるんじゃないかなと思ってます。来週も、金曜日の12時からやりますので、もしよろしかったら見に来ていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。お付き合いいただきまして本当にありがとうございます。コメントいただいたこともありがとうございます。ちょっとかなりグダグダになってしまったんですが、ちょっとこれを場面にして頑張っていきたいと思います。お疲れ様です。はい、また来週の12時から放送いたしますのでよろしくお願いします。これはこれでいい。ありがとうございます。グダグダでしたがありがとうございました。よろしければ佐和交通のホームページにもまた来てください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。